こんにちは、菅沼智香です。今日の動画はですね、山本レンニさんとのロシアケーキ食べ比べ動画の最終回になります。これから秋足作っていくに向けて食べ比べてみた感想とかの話をしています。皆さんもですね、こんなロシアケーキが好きだとか、あとこんなパッケージがいいんじゃないかなとか、いろいろコメントいただけたら嬉しいです。それではどうぞということで、じゃあ最後、こちらの可愛いクッキーを開けていきたいと思います。リゴのお店のクッキーで500円です。とにかく箱が可愛い。外から見える。こういうあんあったよ。あった。私がもうこういうクッキーがもう好きで好きでたまらなくって、とにかくこういうものを買って、プレゼントしてましたね。なるほど。ちょっとした手土産にもう常にもうこれみたいな感じで、箱が可愛いから、開けてみましょうか。すごい。チェリーだ。後付けかな。ジャムじゃなかったね。そうだね、チェリーだ。ジャムかも。うん。うん。レモンが結構。美味しい。これ美味しい。美味しい。生地長いの。美味しい。何パックしか使ってない。結構あっさり、あっさり。あっさりしてる。はい、ということで今日はロシアンケーキ3つとクッキー1個を購入して試食してみました。どうでしたでしょうか。こんなに種類があるとはっていう、こんなに店ごとに違って、昔もっといっぱいあったのかな。ロシアンケーキ知らない人多いもんね。そう、ということでですね、今回の食べ比べをどうやって私たちの空き家スイーツに生かしていこうかっていうことをこれから話してみたいなと思うのが3つありまして、まあ、1つ目がロシアンケーキのまずお味について、で、二つ目が見た目について、そして最後にパッケージについて感想を話していきたいと思います。味どうでしたね。食感が全部すごい違うのが気になったっていう。村上海新堂ね。村上海新堂さんの、これ一番変なもの使ってない味っていう、多分シンプルな材料なんじゃないかなって。食感でもすごい全部違ったでしょ。岡山製菓はマカロンっぽいですか、アーモンドがあるから割と固め、で、行動がしっとりしてる。中山製菓ですね。割と固めで。これすごいしっとりしてる。しっとりっていう。でも食感はなんかすごい、レトロ感はしっとりっていう。なんかあったよ。これはめっちゃ素朴。まあでも誰でも好きな味。すごいね、やっぱ全部大きいね。イメージ3分の2か、半分ぐらいの大きさのイメージとか。大きめで数少なめが可愛いかもって、インスタでコメントいただいたかも。どれが好きですか？味？味。でもやっぱこれ美味しかったよね。まあね、やっぱそう、やっぱそうだよね。直球というか、優しい感じの。こっちはまあふわふわの感じもいいなと思ったんですけど、でも。これ美味しかったですね、味は。ジャムが全部種類が違うっていう。ストロベリー、ブルーベリー。確かに。村上海新堂。ジャムの感じもちょっと他と。マーマレードみたいなの入ってる。ボロッとしてる感じ。味がやっぱり。このまんまっていう。美味しそうだね、まだ食べてないけど。次は見た目ですね。見た目か。はい。みんな違ってみんな色があるだけで、だいたい可愛い。これすごいインパクトすごかった、ね。これね、ずらーっと並んでる時のね。そう。私が好きなやつばっかり並べてみようかな。あ、これちょ、理想の、そう。理想のロシアンクッキー箱を作ってみよう。そう。これは、私が可愛いと思ったクッキーばっかり集めてみました。宝石箱みたいじゃない？やっぱいろんな色があるからっていうのもあるね。オレンジ系も可愛い、ね。でもさ、こんないっぱい種類作るの大変でしょ。まあでもね、ジャムさえあれば、私はジャムだけが変わればいいと思ってたけど、こんなに種類あるんだなっていう。それ合わせて変えてるわけでしょ。クッキーの種類によって食感が違いますって書いてあったから。確かに、めっちゃこだわり。ね、物によって変えてるっていう。こんなに種類があるとはが一番確かに驚きですよ、確かに。すごいね。ねえ、宝石箱みたいな感じにしたいな。ニュータウンの宝石箱や。そういうパッケージにする。でもなんか、ロマンチックな大人の郊外と、その宝石箱っていうのは遠くはないと思います、ね。なるほど。パッケージの話してる？あ、パッケージの話。パッケージの話、そう。宝石箱みたいなイメージやりたいですね。宝石箱ね、いいね。宝石箱ってさ、レトロだよね。宝石箱って言ったのすごい久しぶりだわ。果物と宝石は親和性あるよね。確かに確かに。さあ、空き家って宝石箱とかありそうだし。なんかみんなに聞いてみたいことありますか？
結局あれ何個入りがいいみたいな話は決着つかんのあれは、まあ、いろんな意見をもらったっていう参考にさせてもらってます。ありがとうございます。え、めっちゃ参考になったよ。はい、びっくりした。私もなんか、はい、果物で日持ち、ロシアケーキみたいな超短絡的な発想でしかなかったから、こんなに種類があって。よかったです。私ももうすごい宝石箱がなんか、もう宝石箱なんだっていうことですごいテンション上がって、また今回のことで、まあ、参考にさせてもらって、またバージョンアップしていけたらなっていうふうに思ってます。また視聴者さんに何か質問するかもしれないんですけども、その時はまたぜひリクエストをいただけたらっていうふうに思ってます。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。ではまた明日。